キー佐野駅は和歌山県新宮市佐野三丁目にある西日本旅客鉄道規制本線の駅である。島式ホーム一面二線を有し、交換設備を備えた地上駅。駅舎は線路東側にあり、ホームへは遮断機、警報機付きの構内踏切で連絡している。ホームは狭い。木造駅舎が残る。駅舎の外壁には駅近くにある。 和歌山県立新宮商業高等学校の美術部により派手な壁画が描かれていたが白くされている。駅舎の内部には待合所が2部屋あり、大きい方は内壁が水色のペンキで塗りつぶされており、出札口も上に板をかぶせた状態でそのままペンキで塗り固められてしまっている。小さい方は大きい待合室の角に出入り口があり、 内部は狭い中に机や椅子が多く置かれている。新宮駅管理の無人見駅。改札口近くに自動券売機が1台設置されており、近距離の乗車券を買うことができる。2021年3月13日より愛国家が利用可能になる。トイレが外にある。東駅と三輪崎駅の間の海岸には新宮港がある。また、当駅から南に少し行った線路沿いには、 かつてこの駅から専用線が分岐していた、ともえ川製紙所新宮工場があったが、現在は大型ショッピングセンターであるスーパーセンター多くは難起点となっている。三輪崎駅付近から東駅の付近までは市街地が続いており、帰省本線線路の海側には家々を数多く見ることができる。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。ABCDE 週刊歴史でめぐる、鉄道全路線国鉄、JR25 号規制本線、三宮線、名称線、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年1月10日、18から21ページ。京弁鉄道停留場設置、関東1913年4月26日、2021年春。 ダイヤ改正について西日本旅客鉄道和歌山支社、オリジナルの2020年12月18日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20201218081506/.https www.westjr.co.jp スラッシュプレススラッシュアーティクルスラッシュアイテムスラッシュ20121800はかやま pdf2020 年12月22日閲覧和歌山県統計年間及び和歌山県公共交通機関投資領収ありがとうございます